各期都市を6月28日隊は、日本の外交官。カザフスタン県キルギス中殺特命全権大使、セルビア県モンテネグロ中殺特命全権大使、査サ察サ担当大使などを歴任した。富山県高岡市出身。富山県立高岡高等学校を経て、1972年、東京大学法学部を卒業し、外務省に入省する。外務省では、 中ソ連大使館、中英大使館勤務、外務省国際連合局人権難民課長、大倉省関税局監視課長を経て、夫人の核、佐紀悦子は、アジア防災センター主任研究員。悦子夫人の父は、大倉官僚出身で自由民主党衆議院議員、経済企画長長官や総務長長官を務めた、塩崎淳。帝京大学法学部教授や、 政策研究大学院大学名誉教授の山根優子は、越子夫人の姉、自民党衆議院議員で、安倍内閣内閣官房長官の塩崎康久は、弟である。AB、生きた、世界史学部、角崎、在セルビア大使が、母校、高岡校訪問。北日本新聞。 http://webun.jp スラッシュアイテムスラッシュ10324142017年3月26日閲覧平成18年最終職状況の公表について外務省2017年3月26日閲覧 amazon.co.jp カザフスタン草原都市源と豊かな歴史の国 amazon.co.jp 2014年4月30日閲覧人事外務省日本経済新聞日経ネット2014年4月30日閲覧人事外務省サンキビス2014年5月2日時点のオリジナルよりアーカイブ2014年4月30日閲覧特別職国家公務員の再就職状況の 公表について、外務省、山根優子科研科学研究費女性事業データベース、客員教員等制作研究大学院大学、塩崎康久近現代、ケーズワールド政治家系大辞典、塩崎淳、セルビアを知るための60章、赤石書店、2017年3月26日閲覧、ありがとうございます。